こんばんは、おそばです。このチャンネルでは北朝鮮の工作員と言われております。まもなくあと1時間ぐらいで出発するんじゃないでしょうか。まだ社長が来ておりません。さっき上げた動画、なんてタイトルだっけな、参政党から東京地獄、補選出る吉川さんは国家感がない方ではみたいな動画出したんですけど、これがなんか久しぶりに好調でですね、すでに3時間ぐらいで3,500-3,600再生いってるんですけど、まあそれで X とかコメントにも面白いコメントがあったんで、ご紹介したいなと思います。吉川さんの旦那さんは党の東京ブロック長とか偉い人らしい。吉川里奈さんが泥臭い下積みはせずにいつの間にか東京5に選ばれたとか。東京5に選ばれるってことは全然すごいことではないですよね。でもね、もう崩壊してるしね、その予定は。だってさ、ね、吉林とか吉野先生とかが言ってたことでね、なんか、これ武田先生も言ってたな。まあ、吉野先生には神谷ちゃんがですね、ゴレンジャーはもう賞味期限切れですみたいな。すごいこと言うなと思って。で、こっからは東京5がとか言ってた話で、そんな東京5構想っていうのがあって、武田先生もなんかその話は聞いてたみたいですけど、うまくいってねえじゃん。東京2なんでしょ、今。東京2。東京5はまあ崩壊してるんですけど、旦那が金持ちがあるのか、権力があるのか、まあ優遇されてる印象です。3人の子供は、たちのお世話どうしてるんですかね。政治家を目指すよりも子育ての方が大事な仕事だと思うけど。美人だから自己顕示欲が強くて。まあそれはそこは分からないけれども、まあ面白い情報ありがとうございます。そういうことなんですね。なんか X でも旦那さんの、お写真とか上がってるの見ましたけどね。僕は別にそんな詳しくはないんですけど。あともう一個。X で。危機管理部が吉川をブロックするはずありません。なぜなら吉川周辺のその人間そのものが危機管理部 SNS 部隊の本体です。だからです。だって。あ、そうなんだ。外注で頼んでるのとはまた別にってこと？まあでもそんな気もするよね。だって外注で頼んでる人たちだっていい迷惑だよね。いくらお金もらえるって言ったってさ。断られてやれてなかったりしてね、今ね。それか、ねぎって。でもいいや、やめとこうみたいなさ。はい。で、俺ね、一個ね、神谷の大将がさ、今話題の日本保守党とは、ターゲット層がですね、被らないからね、日本保守党がいくらね、勢いがあって台頭してきてもね、そんなに自分たちの活動には影響がないんだっていうようなことをだいぶ前にも言ってて、今もこの間最近ね、記者会見かなんかでそんなこと言ってたようなのをちょっと見た、聞いた、聞きました。はい。これってさ、ターゲット層が、狙うターゲット層が違うって言ってる時点でさ、参政党はさ、最初はさ、反グローバリズムだったりとかさ、すごい保守的なさ、保守層のさ、人たちを取り込むようなさ、街頭演説をさ、要は議席、国政政党になる前からそっちをゴリ押ししてきた政党じゃないですか。でも今となってはもうその吉川さんの件しかり、藤本、ドラレコ藤本しかり、野中伸介しかりね、ちくわも散々打ちまくってる人間がいて、もう野中のしんちゃんに関してはさ、今もずっとちくわのことさ、ギャンギャン言ってるけどさ、どうなの。僕はね、正直介護士のお仕事っていうのは非常に、大事なお仕事だし、すごい尊敬しますけど、じゃあちくわを打ってほしいっていう人がいて、じゃあそれを打たなきゃ助からないって思い込んでる人たちがいる中で、じゃあ自分がその仕事に携わっていたとします。で、自分はちくわの危険性をずっと訴えてると、やべえなこれはって、そこで自分ならどうするかなと思った時に、今の自分だったらそれがすげえお金が稼げるとしても、
やれないよね。そうなんですよ。今はやってないとは思うんだけれども、そこがもう俺だけじゃないよね。同じこと思う人いっぱいいるでしょ。謎でしかならない、その精神状態というかさ、そのメンタリティというかさ、不思議でならないですよ。だから僕も最初は野中さんの動画、 YouTube の動画とか非常に参考にしてたし、でまさか現役でやられててね、その注射打つ活動をしてる状態で動画出してるとは思わなかったんですよ、当時はね。もうそれが嫌でね、そこの注射打つことに関してはもう従事してないんじゃないかなって思ってたんだけど、どうやらそうじゃなくて、それに対しても開き直ってたりとか、まあいいや、ちくわの件しかり、今回吉川さんが、中国の方の会社で働いていたってこともしかり、ああもうこういうことがさ、どん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 出てくるってこと、あとは神谷の大将が今でもその統一教会だったりとかとね、まだ縁があるんじゃないかって言われてたりとかね、都民ファーストの方の応援演説マスクして出てたりとかね、こういったことがねどんどん浮き彫りになってくると、あ、やっぱり僕らみたいな人間の感情を利用したビジネスをしたかったんだなっていうふうにしかね思えなくなってくるわけですよ。どんどん全てが合致していくわけじゃないですか。点と点が線になっていくわけじゃないですかね。どうです、逆にこういうことがどんどん表に出てたら、他の党だったらね、参政党がめちゃくちゃ叩いてきてたし、なんて言うんだろうな、いわゆるさ、そんなのデマだとかさね、でっち上げ言いがかりだとか言ってきてるようなことを、あんた方が陰謀論だって言われるが、陰謀論者だって言われるがゆえんのごとくね、ずっと同じようなことやってきてたわけじゃないですかね。逆に自分たちがそれを受けた時にこんなにも脆いのかと、誠心誠意、ちゃんと一つ一つの疑念に対してね答えることもできないし、ね、否定も誰かにおざなりにさせる、記者会見で一方的にね、ろくに情報も出さないままピシャッと終わらせてしまうようなことだったりとか、すごいよね。だからこのターゲット層が違うんですって言ってる時点で、この日本をどうにかしようなんてさ1ミリも思ってないんだよ。結局離れてくさ党員とか議員さんたちだったりとか、僕らみたいなもちょっと支持してただけの人間とかにこんだけやんやん言われてたって、嫌なら離れろどころかさね、じゃあ俺が賛成と支持をしてて、まだね、まあ僕は党員になってないよ、でも僕かなり友人多いぜ、日本全国に、俺の話を聞いてくれって人が何千といるよ。そういう人間をね、こんな気持ちにさせて、じゃあもっと内部にさ入り込んでさ、自分の生活を犠牲にしてた人だってさね、たくさんの関係者がいるんですよ。家族もそうだし、職場でもそうだし、地元でもそうだし、いろんな交友関係があって、じゃあその人たちがもたらす影響とかも全く考えてないから、じゃあ統制拡大だなんだって言ってるけれども、別にね日本の世の中をさガラッとさ大きく変えるようなね、大それたこと、要はゴレンジャーの人たちがさ、神谷さんを総理大臣にしますとか言って吉野さんとかが言ってて、その時盛り上がってたじゃん。僕らはまあ本当にそのぐらいのことが起こるような世の中になってほしいと思ってたんですけど、そもそも神谷はじめ龍馬プロジェクト、参政党はそこまでのことは一切考えてなかったってことよね。ターゲットが違うって、そういうことじゃない。もうそもそも盤石な小規模なね、何でも言うことを聞く統制が取れた集団が欲しかっただけじゃないのって思っちゃうね。お金もずっと送り続けてくれる、養分になってくれる。だから多分おそらくこれからのターゲットっていうのは、散々ネットも使って
統制拡大したものの、今は完全に敵になっちゃってるから、じゃあネット戦略がどうせうまくいかないでしょ。今度は寂しいお金を持った遺産を持ったね、ネットを見ない老人をターゲットにしていくんだってことなんじゃない。うん、もう花から賛成と神谷はね、うん、日本をどうにかしようなんて思ってございませんということですよ、結論。うん、もう日本保守党とはターゲットが違うって言ってる時点で、じゃあ日本保守党に票を入れる人だってね、いなかったら、いや今完全に負けてるはずだから、完全に、うん、ボロッカスに負けると思うよ。参政党に期待してダメだったと思ってさ、日本保守党に票を入れる人だってめちゃくちゃいると思うよ。うん、ちょっとね、本当は俺は日本保守党にはさ、ちくわのこととかやってほしいんだけどさ、うん、まあそこは置いといてさ、絶対そうだと思います。うん、もう鼻から政権取ろうなんて思ってないし、まあ本当にでも5、6議席ぐらいはいけるかなと思ってたんでしょうね。だって神谷ってさ、参政党がさ議席取る前にさ、いろんなとこで方々で話しててさ、そうそうそう、1議席は固いってさ、もうだいぶかなりの初期段階から言ってたんで、そこは計算ができてるんだって、票の計算ができてるって。で結局、うん、1議席しか取れなくて、もう2、3ぐらい、3、4とかっていくつもりでやってたんだけど、まあ、読みが甘かったってことじゃんね、そこでも。多分ね、彼は、なんだっけ、自分家のスーパーの店長になってそれが潰れて、あとは教育実習生ぐらいやったんだっけ、あとはなんか自衛隊のなんか、なんていうの忘れた、なんか隊員みたいなちょこっとやったんだっけ。だから僕、まともに企業でさ、就職したことっていうのが彼ないんじゃないっけ。これ違ったら、誰か教えて。うん、だからすぐ議員になってさ、で今でこそ街頭演説では、こんな国会議員になりたくてなってるわけじゃないとか言ってるけどさ、だいぶ前の十何年ぐらいか前のさ、なんか変な YouTube 上がってたけどさ、バリバリ政治家になる気満々やんね、権力者になる気ね、政治家しかないみたいな書いてあってさ、まあ本人が作ったかどうか知らんけどさ、うん、虎視眈々とさ、ここまで来るのを狙っててさ、大暴れした結果が今この状況に、なってるってことでしょうね。はい、おそばのこの深夜の配信のことなんで、結論なんですけど、花から賛成とはですね、日本をどうにかしようなんて思ってません。じゃなかったらね、もう言葉の一つ一つ辿ってきゃいろんなところでボロが出まくるんだけど、うん、まあ、一番の証拠じゃない、これが。もうターゲットが違う、あとは辞めたかったり勝手に辞めろ、勝手に党作れね。一票ってクソ大事じゃん。でその人間がさ、じゃあ20年30年ってさ、有権者ですよ、票を入れる権利がある人たちが何人の人間に関わってきたと思ってんだよ。うん、もうおめえらに票入れる人なんかどんどんいなくなるぞって。はい、以上、北朝鮮の工作員でした。あー眠い。熊本に向かいます。まだかな。